はい、こんにちは、カズボです。クロントリガー続きやっていきたいと思います。前回からですね、味方強化ということで、今ね、千年にいるよね。千年はここにもなんかあったよね。まあ、一個一個潰していこうと思いまして、ここ取んなくてもシルバードでいけたわ。ファイガサークル、マルディア様、心配しましたぞ。マルディア様、マルディア様のお気持ち、この大臣よくわかりますぞ。国王は何よりも国を大事になさるお方。そう、あなたの母君アリーチェ王妃様が亡くなられた時も。母様が？いやいや、何でもありません。話してよ。申し上げにくいのですが、もともと病弱だったアリーチェ様の容態が急変した時です。最後に一目国王にお会いしたいとおっしゃっていたアリーチェ様ですが、国王はなんと国の仕事で、お忙しいとはいえアリーチェ様のもとに来ず、幼いマールディア様がということも分からぬまま見守る中、アリーチェ様はお亡くなりになられたのですが、いやいや、あれでは国王がアリーチェ様を殺したも同然。シュエが母様を？おやや、私としたことがお気になさらぬように、マールディア様。さあ、せっかく戻られたのです。国王のもとにお立ち寄りください。ということで、マールのイベントもあるので、おう、マールディア。な、ナイシに戻った。この私に用などないはずだ。なんだそのエマ、お前が勝手に城を飛び出すからだぞ。そうかと思えば、そんな卑劣な輩を城に入れるんだぞ。おかしなことでも始めるつもりか。なんてこと言うの、私の友達に。そのようなものが友達とは、ガルディア王家のご先祖様に申し訳なが立たぬわ。シエは私よりも、私は母様よりも大事なのね、このガルディア王国が。何？母様を殺したのはシュエよ。出て行け。二度と私の前に姿を現すでない。言われなくたって来ないわ。お前とは親でも子でもない。勝手にするがいい。お、なんということでしょう。さあ、なんということでしょう。まあ、それもそうなんだけど、厨房に家庭入ってくんじゃねえよ。すげえ言い方だな。いや、すいませんな。このキッチンは女房が仕切ってるんですよ。女房院厨房。なんてね。料理の絵はピカイチだが、気性が荒くて何でも羊らしいんですがね。ああ、あの人の。まだかな。これは王様のとこ行くんだっけな。とりあえずここのイベントを終わらしたいんですけどね。前ね、ちょっとやり直したので、ここ、ね、お、エリクサーになってる。ちょっと待って、なんかあったよね。あったあった。おっと、まずい。中世に行ってこっち行ってから来るとプレートなんだっけな。まあ、大丈夫っす、別にこのゲームは王はアリッチェ様が亡くなられてからマールディア様だけを大事にされていたんですよ。今更この私に用などないはずだ。さて、どこだっけな。
私もマルディア様が城に戻ることを願っています。そうですな、王の好きなものでも持ってプレゼントしてはいかがです。王は最近ハイパー星肉が目がなくておいでです。ハイパー星肉に目がなくておいでです。ハイパー保持肉？ああ、遠い祖先から、祖先が作ったらしいけど、あたいはレシピがわかんないね。今じゃパレポリの名物になってるよ。だそうです。パレポリの名物。大丈夫か。ちょっとシルバードで行った方がいいね。なんだけど、ここに森、ああ、行けねえのか。ここだね。お、400年前フィウムナという女性が不思議な鉄の人形に手伝ってもらって北の大地に森を埋められてたそうです。神殿にその鉄の人形が安置されていますよ。まあそうなんだけどね。とっておきのハイパー星肉があるんだけどね。とっておきだからね。はい、9990買う。物好きだよね。そうだ、ハイパー星肉だ。そうだね。そうね、こうやったら来れんだよ、このゲームは。このまま持ってっていいんだっけ？今更この私に用などないはずだ。それは知恵の好物だよ。お前が私にどれはうと、どうされました。うう、私の血圧が高いことを知っていながらこんな激辛なものを。それ大好物じゃ。今度という今度は勘弁ならん。お前が私をここまで嫌いなのがよくわかった。違うよ、シエ。どこへでも行け。二度と姿を見せるな、シエ。ということでね、一通りイベント起こったんですけど、またハイパー星肉変えてね。確かね、いろいろ、まあ、あるんだけど、ガハ、俺はこの町の町長、実は金持ちなんで、ここもね、ちょっと絡んでくるものもあるんだけどね。行く場所なんか行ってましたよね。時の祭典行くか。しもべクリアしたでしょ。未来の、あ、そうだね。機械の生まれたふるさと。原始から未来、すべての時を股にかけ、日の光を集め続ける石。だからこれ、やっちゃっていいかな。中世で魔王に敗れ。ああ、これもそうだね。その虹色に輝くものもそうなんだけど、これ難しいので、太陽かな。それがね、確かね、原始には、未来かな。まあ順番に行くんだけど、だいぶやってからね、虹色の、その虹の貝殻っての取ってからさっきの王国に行くと、まあ、勝手にイベント進んじゃってると思うんだよね。左下だ。こう黒の夢はまだ行かないっす。ここだね。ちょっとセーブしようか。
はい、というのがね、この太陽神殿って場所なんですけど、ここちょっとね、癖あってね、まあ太陽ってだけで火属性なんですけど、だから今、ね、まあ火属性は装備したんですけどね。ちょっと強いんだよな。だからこれどれかが当たりなんで。あ、当たった。あ、関係ないの攻撃しちゃった。ピローンって、ね、5回ぐらい当てれば倒せるのかな。でこのプレアとか使ってくるので、これ火属性なんですよね。だから今これ装備してなかったら、アウトなんで、はっきり言って。まあこの繰り返しでいけとは思うけどね。カエルのケアルがいいよね。マールでもいいけどね。さて、どこに行く？ピローンって言ったらそこなんだけど。あ、こっちか。当たり。できるのがいいかな。全体回復のがいいけどね。さて、ここまだ回ってなかったよね。ピロン。あ、シャッフル行っちゃったか。しょうがねえ、それは。まずこれでヒールビームと、まあ、どっかしら当たりなんで、ここもヒールでいい。さて、黒のが攻撃して当たれば、ダメか。あ、当たりか。あれ、こんな強かったっけ ?5 回ぐらい当てれば倒すような気したけど、ね、まだかい。やべえな。5回どころじゃないや。なんか5回ぐらいでいけたような記憶あんだけど、気のせいかな。あれ、光を倒した、もしかして。光を失っていくとか言ってるけど。あ、倒したわ。10発以上か。強いですよね、これね。あれ？はい、これは古代の太陽石。長い時間が経って光を失っているようです。しかしもう一度光を当て続ければエネルギーを取り戻せるかもしれません。私の推測では6500万年以上は必要でしょう。原始に行けって話だね。はい。暗黒石を手に入れて、これ下手したらやばいっすよね。
これ整備しとこう。このね、マップの、まあ、右上なんですけど、まあ、左下から行った方がいいか、地球一周するからね。ここに光の祠だったんですけど、ここにの、またここなんかなかったっけ、どっかの時代にカプセル落っこってたけどね。はい、ここが24時間日光が当たってる場所ですか。はい、暗黒石置けますか。はい、ということで、これでシルバードで私の時代に行けば OK ですね。はい、6500万年経ちましたと。あ、ありません。暗黒石がどこにも。しかし、亡くなってからかなり経っているようです。少し時代を戻ってみましょう。ここにもないようです。この時代の誰かが持ち出したんでしょうか。はい、ということで、この時代の誰かが持ち出してるかもしれませんね。はい、なんか光り輝いてる場所があるんですけど、暗黒石？そんなもの知らねえな。ね、光ってるのにおかしいよね。お父さん、お金大好きなの、僕よりも。この世で一番嫌いな人？もちろんお父さんよ。はい、それで、ここに間違いなくあるんですけど、中世に行ってみましょう。でね、ハイパー星肉買ったじゃないですか。だからそういうくだりがあるから、ガルディア行ったってのもあるんだけど、ここのこの人かな。おや、あんたの持っているのはハイパー星肉じゃないかい。1万ゴールドで売ってくれないかい。タダであげる、断れたんですけど、タダであげるってやると、タダで、世の中にはあんたみたいな人がまだいるんだね。私も世の中は金だけじゃないっていうことを子供たちに教えるよ、ということで歴史が変わるとね、あんだけ金金言ってた人たちの子孫はどうなってんでしょうかって話になるんだけど、まあ、一回やったことあるからね、わかるけど、これもちょっと自分もね、やり込んでたけど思い出しながらやってる部分あるので、多少ね、ちょっと周りくどかったりとかあるかもしれないけどね。暗黒石、ああ、それなら旅の若者がここに置いていったんですよ。あなた方には大切なもののようだ。どうぞ持って行ってください。はい。なんと、僕お父さん大好きね。歴史変わってんだよね。この世で一番好きな人、もちろんお父さんよ。あの時代は亡くなったと。うちの人よ、欲がなくてね、もう少しがめつくてもいいのに。なんか中世でね、いろいろ箱開けといて、開けといてというか調べて、現代で開けてって繰り返してもいいんだけどっていうのがね。まあちょっと暗黒石置くんだけど、どこだっけな。あ、違う。あ、そうだね。どうすかな。やること結構あんだよね。だか確かね、こう中世で、この森の右にあれ、宝あったじゃないですか。だから多分、自分がやり方間違ってんのかな。あ、取れた。スピードカプセル。いや、違うんだよな。これじゃなくて、光
光ってるやつ、現代に光って取りますか？いいえってやって現代行くのかな。そうするとなんかパワーアップしてんだよ、宝箱が。それを忘れてて、あっと思って来た時には遅かったんだけど、はい、光がだいぶ溜まってきてますね。これで未来に行けばいいんですけど、ね、すごいエネルギー反応です。ルッカさんならこれ使えるかもしれません。ルッカさんを呼びましょう。はい、ルッカさんを呼びましょう。ひひ。まさに太陽石ね。これだけのエネルギーがあれば強力な武器が作れそうだわ。早速私の家に行きましょう、ね。これでだいぶ強くなるはず。はい、太陽石エネルギーを扱いやすいパワーに制御し、真空カートリッジにパッケージング。完成したわ。はい、ミラクルショットを手に入れた。しびれる。見ろルッカ、俺も負けずに作ったぞ。太陽石をちょっくら拝借してな。はい、太陽のメガネね。ということで、ルッカ装備ですね。182、ちょっと待って。ウェーブショックが88で182番で上がると。一気に全員超えたね。黒のより強くなった。でも太陽のメガネなんだけど、すべての攻撃力を強化する。ね。まあ、これもいいよね。まあ、こんなもんかな。あとは、どうすかな。まあ、現代、あ、そうだね。こっからじゃいけないのか。ワープで時の最果てに行って、村の裏山？いや違うな、あれどうやって行くんだっけ？現代の消えたって言って、あ、そっかそっか、あれか、未来、そうだ未来だね、未来から行けばいいんだ。こっから飛んでもダメじゃん。どうやって行くんだっけな、裏山に行く方法って、あれって片道じゃなかったっけ。あ、これだ。これで、出たわけですけど、ね、1000年前のガルディアに行けばいいので、さあ取れるものがあるので、はい、こんな感じですね。それで、あと中世の魔王に敗れたなんたらかんたらとか、いろいろ言ってましたよね。だからそんなのとかもやらなくちゃいけないので、はい、そしてですね、ここありましたよね。ピラミッドみたいな。今、現代にいるんですけど、
ここに来るとまたちょっとね、取れるもんがあるんですけど、ね、まあ先ここ来ればよかったかな。この輝きは。あの、3オブ3ってね、まあ攻撃力弱くても、当たりを攻撃すれば倒せるんで、ただね、防御力こっちしっかりしてないとね、一瞬でやられちゃうので、火属性ね。それを、まあ緩和できるようなのがあればいいんだけどね。だからこの先やっぱ属性とかも考えたりしていかないと、まあ無理だろうっていうのもあるし、まあ今のままいったらまず返り討ちに遭うのも普通にいますので、はい。封印は解除された。意の賢者が作りし宝物を与えよう。右には力を生み出す武器が。左には生命を守る防具がある。どちらが己に必要なのかよく考えて持っていくがいい。これなんだっけな。13,000年の時は長かった。ガッシュ様、今おそばに。これ、中世になかったっけ？ちょっとね、取る順番とか、あったような、なかったような。あ、中世だと埋もれてんだ。どっちかしか取れないんだ。なるほど。ってことは、武器だったら何で、防御だったら何みたいな。武器だったらクロノの武器かな。なんだけど、ちょっとセーブして2つ見たいよね。どっちが良かったっけな。確か鬼、ん鬼、鬼だっけ なんだっけ、なんか、そんなようなんだったと思うけど。あ、違う、全然違う。プロテクトメット。ちょ、待って、プロテクトメットってああ、物理ダメージを3分の1カット。まあ、これもいいよな。メットもいいんだけど、どうすかな。いや、もっといいのあんのよ。後で。右だと、確か武器だったと思うんだけど。まあ、これ、別にね、まあ、武器だったと思う。あ、これなんだ？ツバメ？クロノだよな。ああ、下がんね。ただ素早さがすげえ速くなる。マックスなるじゃん。素早さプラス3でマックス？え、そんなもんなの？素早さって。星になるよね。ただ弱いよな。損相当が強いので、やっぱプロテクトネットで、行った方がいいか。素早さ勝手にマックスになると思うので、そうだね。プロテクトメットを、まあ、ここら辺装備すればいいかな。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。